一方、超ストイックにネタ作りに取り組むメンバーも。なんか今やろうとしてることあるんですか、二人の中で。コント。コントですね。コント。これのノートに書いてある何ですか、これ。これもう本当漠然ですよ。私たち AKB の中でもアイドルっぽくなくてちょっと喋ったりする方が多いんで、メモってることとか結構あるんですよ、うんうんうん、面白いと思ったことをノートとか。バラエティ番組で活躍している2人だけあって、普段から街で面白いネタを探しているという。そのネタをもとに台本作り開始。アイデアを出し合い、順調にネタ作りは進んでいるかに見えたが、こうやってネタ作ってたら何が面白いか全然わかんないね。字が一番面白くない感じされる。え、つらっ。下の余計に必要ないよ。どうしよう。その後、2時間が経過するもネタ作りは進まない。完全に行き詰まってしまった大家、そこで考え出した解決策が。対処したらいいんだろこれ。とにかく体を動かすこと。机で考えていれば、もうカメラをそこに置いといて二人でとにかく動きまくって案を出すっていうのが自分たち的にはやりやすいかな。なんか本気で思ったこと全部ぶつかり合えたな。兆しが見えてきた2人、自信のほどを聞いてみると、1回戦4戦通過はもう絶対、うん、通過できなかったら私 AKB 辞めてもいいくらい面白いと思ってるこのネタ。私もいけてると思ってます。1回戦は絶対いけると思っている。自信満々の大本命コンビ、これは期待ができそうだ。女として面白いでしょみたいな。村本の中西へのガチダメ出しとは一体。で、僕はね、一番許せなかったのはね、中西ですよ。なんで、なんでですか。まあ、あの二人のこのネタ合わせでさらっとこうおしゃれしてきてる感。いやいやいや、もういいわ。あれがもう気持ち悪かった。あのベレー帽と丸メガネで、大家は大家で、あのジャケット上からかけてやってるみたいな、肩にかけてやってますみたいな。いや、めっちゃ練習した。どこで、こういうとこなんですよ、この最初は女でいたいっていう感じね。バラエティは一応なんで、バラエティなんとなくやってますけど、それも込みで私たちどうですか、いやいやいや、女として面白いでしょみたいな。肩とこのメガネとベレー帽よこれ。